こんにちは、柴田でーす。ついに、ついに、ついに終わりました。減量!2 週間で約10キロ。ちなみに2週間前の俺の姿がこちらです。10月27日、85キロ。10月27日。どうだ!全然違ってるだろ!減量はどうやってやったかっていうと、1日1食、鶏のささみの入った鍋のみ。10月27日。甘いものと炭水化物は一切食べない。そして、1日1時間のトレーニング。これで、1週間で約10キロだよ。どうだ?でも、今正直、頭クラクラして、もうね、歩いててもなんかヨロヨロしちゃうから、かなり今グロッキー状態。明日計量だから、計量終わってからたくさん飯食って体重戻して試合に臨みたいと思います。この減量法、炭水化物抜きダイエットはものすごく効果あるんだけれども、炭水化物を人間取らないと頭に栄養がいかないらしい。頭に栄養がいかないと 脳細胞が死ぬかもしれないから、で、死んだ脳細胞は戻んない。だから、この減量方法、効果あるけど、やらない方がいい。みんなは、ちゃんと飯食って、たくさん運動して痩せてくれ。ということで、柴田の減量直後の様子をお届けしました。